シャテルドンは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏、ピュイドイコールドーム圏のコミューン。リブラドはホルズ地域圏自然公園の一部である。ビシーとティエールの中間に位置する。地震の危険がある、中程度地震帯に、コミューンは分類されている。村はその名を中世ラテン語のカストルム・オドニスから取った。後に名は、シャテル・オドンとなった。文字通り、オドンの城である。 フランス革命以前、シャテルドンは、ブルボネーノ・ビリーのシャトレーヌに属していた。1200年8月、アルシャンボード・サン・ジェランは、ブルボン領主に忠誠を誓い、領地とするシャテルドンに入った。14世紀の町は、経済活動が盛んで現在よりも人口が多かった。食器製造業者、製紙業者、製革業者は裕福であった。年、フィリップ・ド・バは、 シャテルドンにおける毎週の市場の開催を認可している。また、ジル二世、エスランド・モンタギューによるシャテルドンの過去一工事は、クレシーの戦い後にますます、イングランド軍の脅威に永続的にさらされることになったことに起因する。1348年、町は国死病の流行に打ちのめされている。ジル2世は、食材の礼拝更新を行うよう命じた。自らは、 シャツ一枚の姿になって、裸足で手にはろうそくを持った。この時代から街は衰退を経験する。1650年、王の G ・ギー・クレザン・ファゴンがルイ14世に対してシャテルドンの水の効能を称賛した。シャテルドンにおいてワイン生産は重要であり、20世紀初頭までワインが生産されていた。19世紀初頭にはシャテルドンにスパが建設され、 当時のシーズンは3月15日から9月15日とされた。毎年約150人の当時客がいた。1851年12月2日のクーデターにおいて、ルイナポレオン・ボナパルトを支持する共和国派がティエール役場に侵入した。このクーデターに大勢のシャテルドン住民が加わり、彼らはフランス領アルジェリアのドゥエラ収容所へ国外追放され、そこで死を迎えた。 街の多くのガイドたちが第二帝政時代の流行の地ビシーの当時客を引きつける絵のような美を報告している。1880年から1910年にかけて壊された中世からの住宅が今も残っている。ビシー政権の首相ピエール・ラバルはシャテルドン出身で自らが1931年に購入したシャトウに1940年から1944年まで暮らしていた。 ビシーとシャテルドンはおよそ 20km の距離なので移動が容易だったのである。毎朝彼は午前9時に3台の自動車で車列を組んで出発した。彼は無差別攻撃から逃れるため3台のいずれかに乗っていた。しかし1943年9月16日から翌17日の深夜にかけてダイナマイトがシャテルドンへ向かう道路の砂の中に隠されており 攻撃されようとしていたことが発覚した。1944年8月8日の夜、ラバルは娘のジョゼと一緒にシャテルドンからパリに向けて立った。8月17日、彼は妻と共にドイツ軍に連れ去られた。村には BC 政権の準軍事組織が駐屯した。スイコール1999年まで LDH, イヘス、カシニー、2004年以降、 INSEE シャテルドンは天然の炭酸岩油のミネラルウォーター、シャテルドンの産地として知られる。シャテルドンはフランス最古のミネラルウォーターでキャニスターに詰められてルイ14世の宮廷に運ばれていた。この水はナトリウム、カリウム、そしてフッ素が豊富で利尿効能や消化促進のため知られる重炭酸水である。フランス国内では シャテルドンは主要なホテルやレストラン、ワインショップや食品雑貨店で見つけることができる。1650年に G のファゴンがルイ14世にシャテルドンの功能を称賛したのが最初だと言われている。1931年、ピエール・ラバルはセネック家からシャテルドンのトーを1933年にはドゥブルスト家の水源を購入した。彼は 水量の少ない水源のために働いた。水はサルジャンタールの名で販売され、当時クレール・モンフェランの鉱山技師であったルイ・アルマンに運営のライセンス権が与えられた。黄色と緑のボトルはフランスの一般市民に少ししか知られていなかった。人脈に恵まれていたラバルは一流の地位にミネラルウォーターを置くことに成功した。 バレリー・ジスカールデスタンの祖父で、ジェネラル・ナビガション社の重役であったジャック・バルドゥー。そして、ラバルは、フランスの大西洋岸航路の船内でサル、ジャンタールを扱ったのである。国際信害者会社との合意によって、列車の中でもサルジャンタールが飲まれるようになった。アンセター・ジュサービスでプロテクションでオットペシノリテ、イル・アシュアーラ・セキュリティ・ジュ・プレザデント・レバル。ありがとうございます。